こんにちは、はねこです。今日は顎を動かさないで歌えば楽に歌えるという話をしたいと思います。私も実はすごいそうだったんですけども、顎をですね、いっぱい動かしてたんですね。例えば大工だったら、ダイネサオベルビンデヌビーダルみたいな感じで、毎回こう顎が上下してる感じで歌ってたんですね。これが歌いにくくなってる。で、しかも喉に力が入って疲れる、痛い、喉が痛くなる原因の大きなものでした。で、特にフレーズの最後に向かってこう、息がなくなってくるとこう喉が締まってくるとかですね、高音でこうバーッと高くなってく、時に喉がぐーっと締まってくるとかですね、言葉が多くなってくると苦しくなってくるとかですね、そういうのの大きな要因は顎が動きすぎというのが、すごくいい、かなりの要因になっているんですね。これを解消していくことが、すごく重要です。で、その方法としては、まず気づくことが非常に重要になってきます。例えば、ララララララみたいな簡単なやつでいいんですけども、これが、ララララは舌を動かすだけで発音がすることができます。ラー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 みたいな感じで、口はあのまんま、舌だけがこう動けば、ラは発音できるんですけども、これが結構、顎ごと動いちゃってる人結構多いんですね。これにまず気づくことが重要です。鏡を使うと分かりやすいですね。鏡、まあスマホでもいいんですけども、自画撮りしながらですね、歌ってみて、顎があんまりにもこう動きすぎない。動きすぎてないかっていうことが、確認しながらやるのがすごく重要になってきます。で、傾向、ありやすい傾向としてはですね、最初はいいんですね。口を閉じないと、顎を閉じないと発音できない言葉も確かにあるんですね。シュッとかですね。たとかも、舌だけだとちょっと難しいんで、やっぱり顎少し上がるんですけども、上がった後に戻ってこない。この辺にあるはずなのに、シュッみたいな感じで、一回閉じた後に戻ってこない人がいます。そういう場合は、どん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 硬くなってくるんですね。後半につれてどんどんきつくなってくる。で、ブレスをした後にもリセットが効かなくて、歌えば歌うほどなんかきつくなってくる。はぁーってこう完全にリセットできればいいんですけども、歌ってる途中とかでですね、リセットするのって意外に難しいので、これができなくて、あ、なんかきつくなってきたなっていうようなことがあるんですね。これは顎に力が入っているのが原因だったりします。なので、鏡とか見てですね、顎が無用に動いてないかっていうのを確認しながら、練習するっていうのは非常に有効ですので、ぜひやってみてください。では今日もお聞きくださりありがとうございました。